チェックをしたあたりなんかは、うん、脇坂の技術の高さというところが見られましたね。モースト右サイド、トキレーシュート、オフサイドフラッグ、うーん、いいボールだな今の。そうですね、うん、そうですね。でも畑中がよく上げましたね今。上げましたね、はい。まあ、しっかりここで上島とラインを揃えたことで、巻いていきます。脇坂が行きました。ちょっと落ちきらなかったですね。長戸です。キーパーしてくれ。ただ大丈夫ですかね。接触ありましたよね。ような形でしたね。立ち花ですかね。触ったの最後は。ここで。ああ、そうですね。よく。家長もカバー。牧野さんが注意していたセットプレーです。F マリノス。ちょっとちょっと続きますね。やっぱりもうスタート位置から外れてるので、この蹴る瞬間の川崎フロンターレの守備の選手のリアクションちょっと見てくださいね。誰もやっぱりこう周りに声かける選手。触ってこれはノーファウル。脇坂がスイッチして家長。遠野が持つ。仕掛けていきます。一つでくる中がいない。野菜だ。それシュートだ。もう一度拾ってエルソン。ああ、ここ遠野落ち着いてよくエルソン見てましたよね。ああ、少しこう角度がなかったので、サイドを変えるボール。うわ、つながった。マルシーニョ。よく止めましたね、畑中。ね、一気にスピードに乗りました。いやー、いい守備だ。セッター後にそのままボールを運んでいきます。高井戻す。粘って浮かせて逆サイドに入れる。よく食べてよく見た。通りにちょっと巻くことができませんでした。ここがもうちょっと。そうですね。ファーサイドに。